ポイントその4、大事なモチーフを画面いっぱいに大きく描くと迫力ある絵になる。大人作品でも全く一緒です。こんにちは。個性を生かす指導と癒しの絵画教室、福岡のアートスタジオ宮中水坂井です。うちと絵画教室では油絵、水彩画、アクリル画、色鉛筆画などいろいろな画材で自由に描いていただいておりますが、全部の生徒さんを2つのグループに分けて、大人の油絵、水彩画、アクリル画、子どもの絵画造形など完成作品はもちろん制作途中の作品もお見せして、どう改善したら良くなっていくのかということを皆さんで共有して勉強ができるように、技法的なことも含めて解説していきます。最後にポイントのおさらいがありますので、技法をしっかり身につけていってください。では大人作品いきましょう。油絵のよしこさん、昔ギリシャに旅行された時、写真に撮ってこられた風景を描いてあります。手前の鼻の調子を弱くされたので、だいぶ後ろの遺跡が目立つようになりましたが、ちょっと表面の白が目立ちすぎてる感じしますね。もう少し横のベージュから自然に白に移行するようにしたら良いと思います。はい、次はゆずさんです。フリースクールにボランティアで行ってありますが、そこに来ている生徒さんを描かれています。とっても性格の良い男の子とのことで、それを可愛く思ってあるゆずさんの気持ちがよく表現されてますよね。顔色もいい感じで描けてると思います。はい、次はゆきさんです。透明水彩でピエロ人形を描いてあります。顔は陶器なので、その光った感じを出すのに白の不透明水彩を盛り上げるように塗ってくださいと私が言ったので、その通りにされたらちょっと目立ってしまいましたが、これが遠くから見ると意外といいんですね。これは油絵の技法でインパストと言いますが、水彩にも応用できます。これポイントですね。気になるようだったらもう少しぼかします。はい、次はあつこさんです。アクリル画のあつこさんは最近植物画に凝ってあって、今回はアジサイを描かれました。白い花をどう描き表すかが難しいところだと思ってましたが、ちゃんと描かれました。素晴らしいですね。葉の感じも緑のバリエーションが豊富で、枯れた感じなども実によく描けてると思います。次はリサさんです。お手本をもとに色鉛筆でガラスの瓶類を描いてあります。透き通った感じがよく出ています。こうやって同系色で並べるといい感じですね。はい、次はタカさんです。立派な体格で可愛い色鉛筆画を描かれる若い男性ですが、今回は桃太郎に挑戦してあります。うまいですよね。桃太郎の体の中心が少し左にずれたかなというのはありますが、これもポイントですね。右利きの人は縦線が左にずれる傾向にあります。というか、ほとんどの人が体の構造上そうなりますので、注意しましょう。はい、次は知的障害のあやさんです。海に漂うクラゲを描きました。下のクラゲが突進しているようで面白いですね。空の雲もクラゲ型をしているので笑っちゃいました。次は大学生のりょうじくんです。初めての油絵で独自の世界を表現しています。意味は私にはよくわかりませんが、構図的には丸いモチーフが多い中で赤の四角い形がアクセントになっていて良いと思います。右の中ほどがちょっと寂しい感じがしますが、何か入るんでしょうか。今後が楽しみです。はい、次は夏休みの間だけ来られました、東京の美大に通ってあるみゆきさんです。透明水彩で朝顔を描かれました。最初に鉛筆で濃淡をつけて、ピクサチーフで止めてから色を薄くつけるという方法でやってもらいました。こういう方法をグリザイユ画法と言います。もともと油絵の古典的な技法で、レンブラントやフェルメールがやっていたことで知られていますが、水彩で応用することができます。これもポイントですね。次は中学生の元成くんです。デッサンをやってますが、今回は三角錐を描きました。柔らかなグラデーションがよく描けたと思います。光の当たっている明るい部分をもう少し強調すると良かったですね。はい、次は子供コースです。子供コース作品も意外と勉強になりますので、大人の方もぜひご覧ください。はい、最初は2年生のあやちゃんです。ポリ袋やペットボトルで汚染された海の中、真ん中の黄色い魚が泣いているように見えますね。
次はあやちゃんのお姉ちゃんで4年生のさきちゃんです。こちらはひたすら綺麗な海の中を描いてます。亀の描写が特によくできてますね。人手の毛の生えたような感じも頑張りました。はい、次は1年生のりほちゃんです。飛び魚が飛んでいるところが可愛いですね。これは全部描いた後にアクリル絵の具の青で波を描いてもらいました。雲もクレパスの白の上からアクリル絵の具の白をさらに塗っています。はい、次は2年生のケイゲスちゃんです。空の表現が独特ですが、鳥が糞をしているところを描いた子は初めてですはい、同じく2年生のはるまくん、ゴッホ展を見に行ったのでゴッホっぽい描き方をすると言ってこんな感じになりました。絵の具を盛り上げるように厚く塗って力強い感じになりましたし、色味も黄色と青でなかなかゴッホっぽいですよね。はい、次は3年生のかなえちゃんです。海の中、カニの描写がいいですね。ストライプのクラゲが個性的です。少し寂しかったので青のいきなり描きで上からいろいろ描いてもらって結構賑やかになりましたが、よく見ると右上に小さく人がいます。はい、次は4年生のこうせいくんです。イカやタコの描写が去年に比べて断然リアルになってきました。これも寂しかったのでブルーで魚を描き加えてもらったら、魚にいろいろなものが食べられてしまうというすごいことになりましたはい、次は2年生のりょうすけくんです。りょうすけくんの海の中は全ての魚がお家になっているようでドアがあります。魚型住宅の中に魚以外のものが住んでいるのでしょうか。大邸宅もあれば小さなアパートもあるといった感じですね。はい、次は5年生でりょうすけくんのお姉ちゃんのあかりちゃんです。前回ご紹介していた海の絵をもう少し頑張って描き込んでもらいました。全てがぐっと詳しく良くなったんじゃないかと思います。青い小さな魚群で海の透明感と動きのようなものが表現できたんじゃないかと思います。はい、次は4年生のみさきちゃんです。失敗は成功のもとというのが絵ではよくあるんですが、これも間違って落とした白い絵の具を全体に入れたことで何か海の中の光のようなものが表せたような気がします。魚たちが全部喜んでいるようにも見えますね。はい、次は6年生ゆいとくんです。汚染される海の中、水が濁っている様子が結構よく描けてるなと思います。魚やクジラがとんでもないものをいっぱい食べてますね。心配ですね。次は5年生さなちゃんです。海の中、まだ途中ですが前回のカタツムリの絵に比べたらぐっと成長したなと感じます。構図もいいです。もう少し描き込むとぐっと良くなりますね。どうなるか楽しみです。はい、次は4年生ゆうたくんです。画面いっぱいにカニを描いてもらいました。大迫力の絵になったと思います。これもポイントですね。大事なモチーフを画面いっぱいに描くと迫力のある絵になります。大人作品でも全く同じです。はい、次は6年生ちからくんです。画面いっぱいのタコ、これも迫力ですね。立体感もよく出ています。周りのフジツボや赤い海藻、イソギンチャクも頑張りました。はい、最後は6年生まおちゃんです。焼き魚のある食卓、魚の焦げた感じがいいですね。ご飯は最初に言いましたインパスト技法で盛り上げています。お茶碗やとっくりの立体感や質感もよく出たと思います。はい、今日もいくつかのポイントがありましたのでおさらいしてみましょう。ポイントその1、光っているところに明るい絵の具を乗せて盛り上げる方法をインパスト技法という。ポイントその2、右利きの人は手の構造上縦線がこういう斜めになりやすいので気をつけましょう。ポイントその3、最初に白黒グレーの濃淡で描いてから色をつけるやり方をグリザイユ技法という。ポイントその4、大事なモチーフを画面いっぱいに大きく描くと迫力ある絵になる。大人作品でも全く一緒です。はい、今日はうちの生徒さん半分の方々の7月8月の作品を紹介公表してきましたが、参考になりましたでしょうか。また下の説明欄には当教室のホームページアドレスやブログのアドレス、また私の作品サイトのアドレスも貼っておりますので、よろしかったらそちらもぜひご覧ください。
ではまたお会いしましょう。さようなら。